皆さんはご存知だろうか？食玩を。大長編でよく出てくる、相手を気絶させる道具だよね。そう、大長編ではおなじみの道具であるが、実は通常回では一切登場しないし、メカニズムや歴史も意外なことが多いのはご存知だろうか？というわけで今回は、気絶させるだけじゃない、意外と恐ろしいショックガン、だ。なんだかにの群れが全然ショックガンを持って、打ち明かしてあったりにしてられ。というわけで今回は、大長編ではおなじみの秘密道具、ショックガンについて解説していこう。それでは早速その初登場回を見ていきたいのだが、実はショックガンは通常回では一切登場せず、大長編でのみ登場するのだ。そうなんだ。それゆえに、現在のテレビ朝日のドラえもん公式にて、秘密道具カタログというものがあり、ここは基本通常回で道具が出るたびに、新たに追加し増えていくシステムなのだが、ショックガンは通常回では登場しないので、今でも追加されていないのである。わえ？メジャーな道具だと思ってたけど本当に大長編限定の道具だったのね。うむ、それゆえに初登場はかなり遅く連載から10年目であり、1980年9月からコロコロ連載、大長編2巻、ドラえもんのび太の宇宙開拓史であり、ロップル君の父親の形見として初めてショックガンが登場するのだ。まさかのゲストキャラクターの道具なのね。うむ、しかもそのデザインは今とはかなり異なっており、現在は重心が円錐状のデザインが一般的であるが、この回は非常に短い重心をしているのだ。今とはかなり違うのね。うむ、だが翌年に連載された大長編3巻ドラえもんのび太の大魔境にて、ジャングルでジャイアンがサイに襲われた際、ここで初めてドラえもんがショックガンを取り出し、それは今でもよく見かけるデザインであり、ある意味ではここが初登場なのかもしれないな。ドラえもんが出してるし、名称的にはロップル君が先だけど道具的にはここが初めてでいいかもしれないわね。そう、だけどドラえもんだけではなく、藤子作品全体で見るともっと早く出ているところもあってだな。え？それはタイムパトロール本である。ああ、これか。この作品はドラえもんでもおなじみタイムパトロール。このタイムパトロールにふとしたきっかけでなる波平ボン君のお話だが、このタイムパトロールの装備にショックガンがあり、どこで最初に登場するかというと、それは1979年6月少年ワールド掲載、藤子 F 不二雄大全集 TP 本一巻 OK 牧場の近所の決闘にて、と、このリボルバーみたいのがショックガンである。めっちゃただの銃じゃん。そう、だけどこの回は西部開拓時代に変装して潜入する任務だったので、このようなリボルバータイプで登場するんですね。なるほど、にしても初登場がリボルバーとは、じゃあ普段はどういう形になってるんだろ？その普段の姿が見れるのはまさかの2年後、大魔境より少し前の81年5月、藤子 F 不二雄大全集2巻ドラキュラの館にて、と、まさかのロップル君みたいな重心の短いデザインだったのだ。まさかの短いタイプか。うむ、しかもこのタイプの銃は、重心横のダイヤルで威力調整ができるらしく、1982年9月コミックトム連載、藤子 F 不二雄大全集2巻タイムパトロール隊員の犯罪にて。これまでだ、デフォーさん。武器を捨てて出てきなさい。動けるはずです。ショックガンの出力を最小に絞っておいたから。という発言があるんですね。タイムパトロールのは威力の調整までできたのね。でもタイムパトロールではこんな短い重心がショックガンなのは意外だったよ。そう、でも実はそうじゃない可能性もあってだな。え？それはタイムパトロール本の第1話、1979年6月少年ワールド連載、藤子 F 不二雄大全集1巻消されてたまるかにて、ボンが双葉鈴木龍に襲われそうになった時。間に合ってよかった。と、実はまたデザインの違う銃で双葉鈴木龍を撃退していたんですね。双葉鈴木龍怖すぎやろ。この時はまだ時期的にピース系なかったからな。まあそれはともかく、この銃がショックガンかどうかはわからないが、雷のようなエフェクトを見るに、これもまた西部のリボルバーのように、デザインの違うショックガンと推測することもできるのだ。確かに可能性としてはありえそうだね。うむ、なのでここがショックガンの初登場、と見せかけて、え？もしタイムパトロールに複数のデザインのショックガンがあり得る、という前提で話をするなら、先ほどドラえもんの通常回にショックガンは登場しないと言ったが、1973年3月小4連載、コミックス4巻、未来世界の怪人では、タイムパトロールだ。と、未来世界の強盗を捕まえるのに、タイムパトロール隊員が犯人を銃で撃つのだが、そのデザインは現在に似た円錐状の重心をしており、犯人が多少ボロボロになっているが気絶し確保しているのである。ああ、確かにそう言われるとここが初登場かもしれないわね。だとしてもやっぱり初回はドラえもんじゃない別の人が出しているのね。いや、さらに言ってしまうとそうでもなくて、え？まだあるの？それは1971年10月小3連載、コミックス4巻、石器時代の王様に似て、
と、ドラえもんがマンモスを眠らせたのか気絶させたのかは不明だが、実はここですでにショックガンっぽいそれが登場しているんですね。まさかのここに来てドラえもん。そう、ただコミックスの全秘密道具の登場箇所が載っている、イクエモン曰く、この銃は名称不明銃となっており、ショックガン扱いはされていないんですよね。似ているけど確証がないからか。そう、という感じでショックガンはどこが初登場回なのかかなり曖昧であり、ドラえもんの中だけで言えば、名称は宇宙開拓士だが物は大魔教から、だがそれっぽいのはコミックス本編でも2回出ているし、藤子作品全体で見るとタイムパトロール本でショックガンの名称が初めて使用され、そのデザインもロップル君のものに近く威力の調整もできるという感じである。なかなかに複雑な感じね。うむ、ちなみに余談だが、先ほどからコミックス本編にショックガンは登場しないと言ったが、実はそれっぽい登場が他に3箇所もあってだな。そんなにあるのか。一つはコミックス20巻超大作特撮映画宇宙大魔人にて、この回みんなが特撮映画を作る際、少年レインジャー舞台に紛争するのだが、と実はショックガンっぽい何かを装備している。ほんまや。ただこれは本物なのかどうかわからず、ヒクエモンにも掲載されていないので、残念ながらショックガンではない。まあ劇の道具だし残党だわな。そして次はコミックス43巻、宇宙戦艦のび太を襲う、の表紙へドラえもんの左手である。確かにそれっぽい。だが、こちらの銃本編では一切登場しないし、コミックス45巻、ドラえもんが10秒に、でも、のび太がドラえもんの中に入ってネズミ退治をする際、左手をよく見てみると、あ、ショックガン、って思うでしょ？ヒクエモンでは光線銃扱いなんだよね。どこで差別化してるんだ？それはわからないが、とにもかくにも公式ではやっぱり大長編以外でショックガンは登場していないことになっているみたいだな。似た銃が多すぎなんだよな。というわけで少し長くなったが、以上がショックガンの初登場回とその歴史や経緯でした。ここからはショックガンの詳しい性能について解説していこう。お願いします。ショックガンは、これまでに詳しい解説が載った書籍などはうぶ主の知る限りはないのだが、ドラえもん最新秘密道具大辞典曰く、相手を傷つけることはないが、気絶させることができる武器、とあるように、ショックガンはその名の通り、相手を気絶させることを目的とした銃である。だが、どのようなメカニズムで相手を気絶させているのだろうか？なんかこれまでを見るに、電撃とかで相手を麻痺させたり気絶させている感じだよね。って思うでしょ？違うんだよねー。コロコロコミックデラックス8には、大魔教に登場した秘密道具が紹介されているのだが、その中でショックガンにはこう記載されている。超音波を出し、相手を気絶させる。あれ超音波だったの？そう、どれぐらいの音を出しているかは不明だが、何かしらの超音波で脳か何かを刺激し、相手を気絶させているのかもしれないですね。そんな恐ろしい兵器だったのか。そう、だが実は超音波だけではなく、え？大長編4巻、ドラえもんのび太の海底祈願場では、祈願場に乗り込む際、のび太がショックガンを装備し、と、敵隊をやっつけるのだが、実はこれ超音波で倒したわけではない。どういうこと？コロコロコミックデラックス11では、今度は海底祈願場の道具が解説されており、ショックガンの項目を見てみると、衝撃波を出す銃、のび太が祈願場で使用した、と、超音波ではなく衝撃波が出るようになっているんですね。それはもう衝撃波ピストルだろ。そう、なのでさすがにおかしいと思ったのか、コロコロコミックデラックス12には、次回作の魔界大冒険の道具の解説があり、そこでショックガンの項目を見てみると、超音波を使って、相手に攻撃を加える。威力は抜群だ、と、またしても超音波に戻されているんですね。やっぱりさっきのがおかしかったんやな。って思うでしょ？そういうわけでもないんだよね。なんかこのパターン多くない？コロコロコミックデラックス18には、今度はアニマルプラネットで使った道具が解説されており、そこでもショックガンの項目を見てみると、衝撃波を発射する拳銃、傷つけることはできないが、人を気絶させたり、機械の機能を一時的に狂わせる威力がある。衝撃波に戻ってるじゃねえか。そう、とまたしても衝撃波に戻っているのだが、もしかしたらショックガンの中にも、超音波と衝撃波の2タイプがあり、見た目こそ一緒でも中身のメカニズムが違うのかもしれないですね。なんてややこしいんだ。うむ、まあ、どちらにしろ相手を傷つけないが、気絶させるという意味では一緒みたいだな。という感じに以上がショックガンのメカニズムなのだが、ここからはもう少しどういう性能なのか、細かく原作回を読み解いていくと、まずは大長編2巻、のび太の宇宙開拓士では、こちらは先ほど紹介した、ロップル君のショックガン。ショックガン、人を傷つける力はないけど、気絶させるぐらいはできるんだ。とあり、試し撃ちしてみると、鮮やか。と、気を破壊する程度の威力しかないのだ。こんなん人体が食らったら死ぬやろ。そう、相手を気絶させるだけと言いながら気を破壊するシャレにならない威力なのだが、実は当たった対象によって効果が違うのか？
後半のビタがギラーミンという人に実際撃ってみると、気絶しながら倒れてしまい、その体が粉々に砕け散ることはなかったのである。あの威力を見てのビタ撃ったのか。まあでも直前にガルタイトの円盤など機械に対して撃ったけど効力がなかったので、大した威力じゃないと思ったのかもしれないですね。人と円盤ではさすがに違いすぎるのでは。まあでも実際ロップル君の言う通り人に撃っても気絶するだけで済んだし、結果オーライってとこですな。対象によって効果が違ってほんと良かったわね。というわけでロップル君のショックガンは以上だが、ドラえもんのショックガンではちゃんと機械相手にも効くらしく、外長編4巻ドラえもんのビタの海底祈願場では、鉄騎兵相手に効果があったし、外長編7巻ドラえもんのビタの鉄人兵団でも、のび太がリュールとロボット兵士をつなぐ鎖を打ち抜くが、ロボット兵士そのものに攻撃を仕掛けても、ショックガンで決定的なダメージを与えられず、最終的には撃ちすぎてエネルギー切れになるなど、鎖なら砕け散るが、ロボット相手だとあまり効果がないと、なんでかこっちも相手によって効果がまちまちなんですけどね。鎖とロボットって材質似たようなもんでしょ。一体何が違うんだ。まあコロデラ18には機械の機能を一時的に狂わせる、とあるし、半導体の有無とかで判別しているとか、もっと22世紀の高度な技術で判別しているかもしれませんね。人はそれをご都合主義と呼ぶのでは。そう、だからそのせいか、コロコロコミックデラックス14の、鉄人兵団で使われた秘密道具解説を見ると、なんとこれらの武器ショックガンではなく、熱線銃扱いされてるんですよね。ショックガンですらないのか。だけど映画後半では、ドラえもんはこれらの道具を広げながら、空気砲、ショックガン、スモールライト、ヒラリマンと、好きなのを取ってくれ、と、熱線銃ではなくショックガン扱いなんですよね。いやどっちやねん。そう、もしかしたら熱線銃もこの中にあるけどドラえもんが言い忘れた、という苦しい言い訳もできるが、一応低えもんでは、大長編だけであるが全てショックガン扱いしており、熱線銃ではないんですよね。じゃあもうショックガンで良いのでは。まあそれでいいとは思うのだが、なぜかコロコロでは熱線銃扱いなのであった。ちなみに今作では鎖やロボット兵士を倒していたが、ショックガンはもっとすごい相手にも効力があり、それは大長編5巻ドラえもんのビタの魔界大冒険にて、デマオンが宇宙で襲わせた、邪霊の星。この星相手にのび太や静香ちゃんがショックガンで応戦しており、どのような効果があったのかは不明だが、映画ではのび太が撃った際は星が爆発しており、気絶どころか相手を爆殺するんですね。いやだから威力おかしいねん。案外人間以外には容赦ないショックガンなんだな。その証拠に、映画ドラえもんのび太の新魔界大冒険7人の魔法使い公式ガイドブックにて、ショックガンについてこう明記されている。人を傷つけることはないが、ショックを与えて気絶させることのできる武器。人ではないものに対しては相当の威力を発揮するが、どうやら性能は空気砲の方が高いと思われる。と、本当に人以外に対してはショックどころじゃ済まない威力を発揮しているみたいなんだな。いや恐ろしすぎるわ。というように、これだけ恐ろしい威力のショックガンであるが、実はこれを無力化する恐ろしい相手がおり、マジ？それは大長編10巻ドラえもんのビタとアニマルプラネットにて、地獄星に住むニムゲが、アニマル星を襲った際に。どうした？なあに、軽いショックだけだ。なんだ鳥の群れが手に手にショックガンを持って。撃ち落として焼き鳥にしてやれ。防護服には効かないみたいだ。と、鎖は通す、星も通す、だけど防護服は通さない。なんでやねん。と、実はとんでもなく分厚く強力な防護服をニムゲは装着していたんですね。こいつらそんなすごい敵だったのか。後にも先にもショックガンを無効化した唯一の敵でしたね。ただ原作以外、外部書籍ではいくつか無効化した敵がおり、いるんだ。例えば藤子プロ作品、大長編21巻ドラえもんのビタと翼の勇者たちでは、フェニキアという恐竜みたいな相手を、進化対化放射宣言でさらに強化してしまい、そんな相手にショックガンや空気砲で対抗するのだが、ずっともしないぞ。と、全く聞いておらず、この回はさらに強力な、タイムマシンに搭載されたショック砲なるものも登場するのだが、うわぁ、聞いてないぞ。と、さらに強力な攻撃でも全然効いてなかったんですね。あんな鎖や星まで打ち砕いたのに、人だけじゃなくて生物に対しても威力が低いのかしらね。そうなのかもしれないな。ちなみに似たような回として、ザ・ドラえもんズスペシャル6巻、春に訪れた恐怖では、猫が誤って変身ドリンクを飲んでしまい、化け猫に変身してしまう回があるのだが、それを抑えるためにショックガンを取り出し、と、撃つものの全く効いておらず、仕方ないのでビッグライトでショックガンをさらに巨大化し、と撃つもののそれでもパワーが足りなかったんですね。どんだけショックガン非力なんだよ。そう、このように機械や無機物、相手には問答無用で爆殺するんですが、生物相手には少し相手が強くなるだけで全く効力をなさないことが多く、
手にキア、化け猫、そして二無毛の防護服には効果がないんですね。何この二無毛の強者感。それだけ地獄星では環境破壊が続いていて、ショックガンもびっくりの劣悪環境なのかもしれないですね。というわけで以上がショックガンのメカニズム、そして性能なのだが、ここからはもう少し細かく大長編や映画、そしてドラゲーなどにおける活躍を見ていきたいのだが、まだ長くなりそうなので今回はここまで。まさかの二部構成か。ショックガンは定番ゆえに登場回数多いからね。次回はもう少し深掘りしていこうと思うぜ。それでは次回をお楽しみに。今回もここまで見ていただき、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。